もしもし、リンも猫股も聞こえてる？おお、すごい。直接フォローの中と通信できるプロ棋士なんて初めてだぞ。道理でニコが新エリート最強のプロ棋士っていうわけだ。褒めてくれてありがとう。今から列車を止めるための計画を始めるよ。行動する前にまずは要点をおさらいしよう。大丈夫、ちゃんと頭に入ってる。私たちの目標は爆薬を積んだビジョンの無人列車。自動運転モードの列車はコンピューターが操ってるから、線路に障害物を置けば強制的に進路をトンネルの方に変えられる。そして列車がトンネルに入って減速し始めたら、私はその隙にボンプを列車の上に投げる。へへ、そっからが私の見せ場だね。ああ、リンは列車のメンテナンスハッチから内部に潜入して運転室で列車を止めるんだ。僕とフェアリーがサポートするから安心して行っておいで。それとデッドエンドブッチャーの具体的な位置は不明のままだ。くれぐれも慎重に行動するんだよ。了解。さて、行動開始だ。グッドラック。制御室までのルート情報を同期中。こちらからお入りくだ。よし、早く列車の進路を変えに行くぞ。フォローエリアの活性が変化している。みんな気をつけて。この異変で列車が遅れてくれるといいけど。待った、この振動。や、警告、極めて危険な個体を検出。直ちに回避してください。うわ、ビリーが言ってた化け物だ。要警戒エーテリアス、すさまじいや。制御室付近に到達しました。線路の制御を掌握しました。お望みの方向に進路を変えることが可能です。列車はマークされた地点から本エリアに進入します。エリア内には減速装置が一つ存在します。列車を減速させ、その隙に乗車することをお勧めします。わかった、早速始めよう。ヒント、重しで水岩はそこ。この音、またデッドエンドブッチャーか。違う、列車が来ているんだ。早くしないと間に合わなくなっちゃう。岩はそこに置いといてくれたらいい。マスター、前方に大型の障害物を発見。計画通りに列車を阻止するにはこの障害物を越えていく必要があります。マスターは小柄で、依頼人は名前に猫が入っています。この電車は一体。プロ騎士、私たち道を間違えてない？猫又、君たちの進路は間違ってないよ。見たところ、こ
この車両は外的な力で破壊されている。大方エーテリアスが投げたんだろう。にゃあ、恐ろしいバカ力だ。次の目的地は車両の向こう側だ。なんとかして行けそうかい？私だけならギリギリ下をくぐって行けるかもしれないけど、ボンプを連れて行くのは無理。しかもこの辺りは地盤沈下のせいで深い穴だらけだから、回り込むこともできないぞ。今誰か喋った？まさか電車が。しかも可愛い女の子の声だったぞ。電車さん、私たち急いでるの。ちょっとだけでいいからそこをどいてくれない？お願い電車さん。リンまでそんな冗談を言ってどうするんだ。向こう側のお嬢さんを怖がらせてないといいけど。皆様はホロー調査協会の調査員様ですか？どうしたの？私たちに何か手伝えることはある？待って、私たちが協会の人間かどうかより、まずは電車さんから名乗るのが業界のルールだぞ。そうなんですか？ごめんなさい、そのようなルールを存じ上げておりませんでした。私はカリン、家事代行会社の従業員です。星座は双子座、血液型は RH-。 好きなことはお掃除です。市民？そんなに細かく紹介してくれなくても。それでカリンちゃんはどうしてこんなとこに？ついさっき危険なエーテリアスをたら、同行していた皆さんとはぐれてしまったんです。私はキャロットデータを所持していなくて、調査員のお二人ならきっとホローから脱出するルートをご存知ですよね。どうか私も連れて行っていただけませんか？ホローで道に迷った一般人か。それにしても家事代行の人なんかがどうして危険なホローなんかに？どうする？あの子を助けてあげる？どうする？あの子を助けてあげる？助けたくとも、それは向こう側に行けたらの話だからな。それが無理なら今すぐ引き返して他のルートを行くべきだ。さもないと計画の時間に間に合わない。勝手に聞き耳を立てちゃってすみません。もし私がお二人を車両のこちら側までお招きできれば、そのまま調査員様について行ってもよろしいということでしょうか？私たちがそっち側に行く方法があるの？だいたいそんな感じです。ちょっとだけお待ちください。すぐに済みますので。下から来るのか？ん？うわっ！嫌な音だ！危ないよ！大丈夫？代行会社？すみません、その弊社は幅広い分野でビジネスを展開していまして、中にはホロー関連の業務もあるんです。そうだ、調査員様は先を追いすぎなんですよね。きっと道中お役に立ちますので、
どうか私をホローから連れ出してください。お願いします。あんたたちはどう思う？この子が電車を壊してくれたからもう迂回する必要もないよね。うん、まあ無理なお願いでもないしね。ああ、僕も妹の意見に賛成だ。彼女を出口に連れて行くのは構わないけど、一応味噌知らずの人だからね。お互い隠したい事情もあるだろう。カリンちゃん、私たちについてきてもいいぞ。その代わり余計なおしゃべりはなし。それでいい？はい。よし、それじゃあ先を急ごう。カリンちゃん、戦闘の方もよろしく。カリンちゃん、余計なおしゃべりはなしって言ったけど、別に一言も喋っちゃダメとは言ってないぞ。そうだったのですか。すみません、勘違いしていました。岩をどかしたいんだ。手伝ってくれるかい？これでスイッチを押さえたいんだ。こちらの大きなドアの情報を解析しました。指定された額のギアコインを支払うとドアが開く仕組みです。残念ながら施錠機構が知能化されていないため私には介入できません。指定された額のギアコインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。よいしょ。え、一人で持ち上げちゃった。岩はそこに置いといてくれたらいい。岩はそこに置いといてくれたらいい。